こんにちは、ロン毛です。坊主でございます。はい、今回は以前坊主の恋愛観ということでね、はい、質問に答えていったんですけど、お恥ずかしい話をさせていただきましたが、ね、まだ見てない方はそこから見ていただいて、結構長くなってしまったということで、今回は私のねロン毛の恋愛観と結婚観と結婚観についてその他もろもろ聞いていきますよ皆さん。ちゃんと聞いとけよ。いろいろ聞きますよ私は。はい、というわけで一応まあこの質問読んでおきましょうか。はいはいはい、ずっと前からお二人のファンです。お二人の恋愛事情とか結婚観を聞いてみたいです。渡辺さんのパートナーはどんな方なんでしょうか。結婚のご予定とかありますか。いろいろ知りたいです、という質問でございました。はい、パートナーはどんな方なんでしょうかっていうことで言うと、まあ、私はよく知っておりますけど、まあ私が見る感じでは底抜けに明るくて、底抜けに愛想よくて、まあまあ面白い面白い、まあ面白い、あ、そう、非常に面白い。うん、でもまあその今の最初の2つはもう面白い、まあ面白いかもしれないけど、あのそういう感じだね。なんか俺とはちょっと反対かもしれない。うん、言ったらなんか太陽とか、あ、そうですね、ひまわりみたいな、そうそうそう、そういう明るい感じがあるんで、まあどっちかというと僕こう底抜けに明るい感じじゃないじゃないですか。もう月のようなね。そういうちょっと反対側の人かもしれない。先生、出会いとか聞いていいんですか。これ出会いは言っていいんかな。まあいいか。あ、でも後であのもしあのパートナーの方がダメって言ったら切りますよ。そうだね、なんか出会いに関しては、え、あれいつ、コロナ前だもんね。ちょうどコロナ前で、だから2019年の冬、クリスマス手前。そう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 だ、11月末とかぐらいだ。はいはい、はい、覚えてますよ。友人というかフォトグラファーのさ、紫藤レイさんっていう、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、レイさんとちょっとこう知り合いというかさ、仲良くさせていただいてるんですけど、連絡が来たんだよね、一通の。なんかそのレイさんの仲いい方、まあその防具のスタイリングとかしてる、スタイリストとして働かれている方がいらっしゃって、その方が毎年主催するなんかイベントがあるっていうことで、パーティーみたいな、でそこの会はその主催者の防具のスタイリストの方とかレイさんとか、その主催側の人の友達の友達までしか来ないみたいな、そういう結構クローズドな感じで、まあ、やっぱりそういう方たちの周りってさ、ファッション関係の方が多かったりだとか、で男女ともにいっぱい来たりとかするから、そういう新しい友達とかもできるかもしれないし、来ないかって言われて、でまあレイさんからお誘いいただいたんで行きますみたいな感じで言って、でも俺に連絡来たってことは、多分りょうくんにも俺連絡行ってると思って、でりょうくんも俺もちろん行くと思ったのよ。で行きますって言った後にりょうくんのとこに、それ連絡来たっしょっつって、行くっしょっつったら、いや俺行かないって言ったみたいな。でえーっつってなんで行かないんだったかな、ね、あの時俺結構驚いて、行かないんかいって感じ、ね、そうそうそう、行かないんけって思って、で隣の部屋だね。そう、俺も隣の部屋に住んでるんだもんね。そうなんですよ。で俺もあんまり一人でさ、パーティーとか行くことないわけよ、でも行きますっていうことで行っちゃったから、もう行くわと思って、でそしたらなんか結構ちゃんとした婚活パーティーみたいな感じだったんだよね。はいはいはい、なんかその事前に主催者の人につなげてもらって、はいはいはい、で主催者の方から連絡が来て、でちょっと軽い自己紹介みたいなのを記載してほしい、あーまずっぱいいいですね、はい、それでなんだっけな、何個か多分5、6個ぐらいかな、なんか質問が来てたのよ。好きな食べ物はとか、なんか休みの日にどういうことするのか、なんかどんなか忘れちゃったんだけど、なんかそういう質問がいくつか来てて、それで当日行ったら、それがなんか冊子みたいになってたんだよね。ちょっと小冊子みたいな、確かな、あ、顔写真付き、顔写真はなかったと思う。なんかその名前とか、なんかその質問みたいなのがなってたりして、名札はあったんですか。で名札もあったのよ。あったんだ。行ったらその名札渡るみたいな。はい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 、はい、で、まあ、その前にその主催者の方が、渡さんにはこの方がもしかしたら会うかもしれませんみたいな感じで、はあ、ぜひ話してみてほしいですって言って、はあ、言われた方がいたんだけど、おうおうおう、でインスタグラムのアカウントとかも教えてもらったんだけど、その人仕事のアカウントだったから、うんうん、一切自分の顔とか分かんないわけ。なるほど、はいはい、でそのプロフィールみたいなの一応もらったけど、
顔もわからんし、名前とそのちょっといくつか何されてるかとかっていうのが、そうそうそうっていうのがなんとなくわかるぐらいで、ほぼわからんような感じ、うん、でまあありがとうございますって言って、まあ、当日会えたら話してみますみたいな感じで、でまあ当日行くわけよ。あ、先生ちょっと待ってください。何着てったんですか。あの時は相談受けましたよ私。そうだよね。相談して 何着ていけばいいのみたいな。そう、それであれじゃん、コンテクストでさ、動画昔出したと思うんですけど、コンテクストでエルメスのマルジェラキーのあのジャケットを買ったんですけど、それを着てったんだよね確か。で幼児のコート、そうそう、幼児の上が幼児のコートを着てったんだけど、冬だったんです、はい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 、おしゃれ、はいはい、そういう感じでまあ行って、で7時開始とかだったのかな、だけど、うん、まあ7時過ぎぐらいに行ったのよ、ちょっと過ぎぐらいに。で行ったらまあもう始まっててさ、うん、でみんな楽しく、なんていうの、立食じゃないけど、うん、なんか本当会場もすごい貸し切られてて、南青山の方でさ、結局多分ね150人ぐらいとか多分いたの、すごい、男女で毎回そのぐらい集まるみたいな感じで、100人以上の会で本当大きい会場貸し切ってさ、でみんなもう食べたり飲んだりしてるわけ、うん、で入ってって、レイさんはその受付でお手伝いみたいな感じ、贅沢、レイさんが贅沢な受付してくれて、うん、でも俺知ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、お酒は飲まないし、そもそも人見知り感じがあるわけよ、うん、シャイですね、あなた。でまあもうみんなさ出来上がっちゃって、始まっちゃって、まあ、なんとなくこう、そうそうそう、ちょっと何人かでこうまとまって話してるわけよ、もう男女とか、まあ、みんなで3人4人とかでとか、まあ、1人1人とかで話してる中にさ突撃できないじゃん、さすがに俺はできなかったわけよ。で入り口のそのレイさんのところでずっといたんだよねレイさんとまあ世間話じゃないけど話していて、で一応ねその教えてもらったじゃん、この方が会うかもしれないですって言ってくれた方だから一応名札もしてたし、うん、一周ぐるっとしてそれらしい人いるかなって見たんだけど、いや難しそうだね、まあ、分かんなかったわけよ、うん、で分かんなくて、あ終わったわと思って今日終わったわっあ今日は終わりだと思って、まあ今レイさんに久しぶりに会えたし、まあちょっと、まあ、ちょこっと詰めたし、それでいいやって感じで、まあ、レイさんと話してたりしたら主催の方が来てくれて、あ、渡るさんですね、はい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 、あの方と会いました、話しましたかって言われて、はいはい、いやちょっとあの見つけられなくてって言ったら、あじゃあ行きましょうとか言って連れてかれちゃって、はいはいはい、あの紹介するんだよ、はいはいはい、でそれで見つけてくれてさ、でその時はその方は別の男性と2人で話してたわけよ、はい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 、そこにさ、あの渡辺さんですとか言ってドーンって放り投げられてそれで男2とその方1っていうその3人で話すことになってさ、うん、まあだから俺どうしようって感じだよね。で渡るくんもね、その先に話されてる男性をグッとできないわけだもんね。そう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 、本当自己紹介みたいなチラッとして、はいはい、何されてるんですかみたいな、はいはいはい、そういう話をチラッとして、でなんか一応そういう、まあ、婚活パーティーみたいな感じだったから、みんな同じ人ばっかじゃなくていろんな人と話してくださいねみたいなアナウンスがあったりした、ね、してさ、でそういうタイミングで、まあ、その場は ありがとうございましたみたいな感じでそそくさと僕はレイさんの方に戻りまた別に他の人と喋るわけでもなくレイさんのとこに戻り寂しがり屋かよそれで人見知りだ、まあ、なんかそのレイさんの付近にいた別の方とも 声かけてくださって話したりしたんですけど、まあ、それで、まあ、その日は終わったわけよ。で、うん、そしたらその方から連絡が来たんだよね、あのインスタの交換をしといたので、ああなるほど、そうそう、 DM でなんかありがとうございましたみたいな、うん、なんかまたよかったら会いたいですみたいな言ってくれて、でも、まあ、俺はそんなこと一切思ってなかった、でしかも年明けからもうアメリカに移住するっていう予定だったの、うんうん、で今の仕事ももう辞めて、うん、それまで行くまでは実家に帰って、はいはいはい、で年明けからはアメリカに出ますっていう人だったんで、まあその今出会ってさ、日本俺がいてあっちがアメリカに行きます、それで恋愛とかにはなりえないっていうか、もうそれの話を聞いてる時点でさ、付き合うとかはなかなか難しいよなみたいな風に、現実問題ね、そうそうそう、うん、思ってたので、会いたいですって連絡を後日いただいたんだけど、その時に単純にそのアメリカの話とかを聞きたいんだろうなっていう風に思って、あ全然僕でよかったら、はいはいはい、もしかしたら何か、ね、あの経験のそのそうそうそう、お話できることもあるかもしれないんで、うん、よかったら お茶かご飯でもご飯でもみたいに言ったら、はいはい、なんか
あっちは結構お茶ってみたいなそのあんまりその夜のディナーとかそういうので、はいはいはい、多分誘う気があったみたいなんだけど、はいはい、俺はあんまり飲みに行くっていう習慣がないからさ、うん、誰かと会うっつったらお茶とかコーヒーでもとかっていう風に言っちゃうから、はいはい、なしない それもはって思ったらしいんだけど後から聞いたら、ね、うん、そこで仲良くなって結局付き合うことになるっていう、うん、なるほど、ね、まあ、そういうちょっと長い話なんですけど、いや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 、ああまずっぱい、ああいいですね、そういうのが2019年末、だからもう4年ぐらい、いやそうですね。で実際まああっちはアメリカ行ったんだけど、うん、本当もう行った途端にコロナの始まったわけよ、うん、それこそ本当にもう国外に出れないっていうかシャットダウンし始めてさ、アメリカが、うん、であっちにいる人ももう日本に帰れないとかさ、国外に出れないみたいないろいろあったじゃん当時って。それで当然あっちでの仕事もなくなっちゃったわけよ、うん、じゃあもう収入もないしどうしようみたいになってて、結構結局多分2、3月ぐらいに戻ってくる、1月に行って、うんうん、まあ、長く行く予定だったのが、ね、うん、3月ぐらいそれで戻ってきて、そもそも初めてあっちに行ったっていうのもあって、そもそも英語も喋れないしむずいっていうことも初めて知ったらしく、うん、はいはい、経験しないと分かんないからね。そうそうそう、それでそれもあって、まあ、コロナだしもういいかもしれんみたいな、うんうんうん、で行くのをもうそれで一旦 やめっていうかになったので、同棲することになったというか、まあ、っていうのも、うん、その彼女はもうあっちに行っちゃって家も引き払っちゃってたから、はいはいはい、住むとこがなかった。なるほど。じゃあまあうちに転がり込むというか、はいはいはい、で一緒に住み始めて、そうだね、昔のさあのりょうくんの隣の家、あそこにただのワンルームだから、あそこに2人っていうのはなかなかちょっと厳しいっていうか、そうですね、っていうのもありの引っ越してここっていう、うんうんうん、まあ、そういう流れですね。なるほどね。いやその出会いはねいいんですよ。なんか、まあ、私は2人とも知ってるからね。ああ、そうね。そういう昔話になると本当あの時こう思ってたとかいろいろ聞くとねまあ面白いからね。まあ、オッケー。だからあなたがその最初は何とも思ってなかったとか、うん、お茶でもお茶派みたいな話なのもあの非常に面白おかしくあの明るく太陽のような方が話してくださるからめちゃめちゃ面白いんですよね、うんうん、長いじゃん今あの、うん、まあ、一緒に4年ぐらいして、その長くこう続いてるなんかこう理由ってのはあるんですか。理由ね、なんか別にそれは、まあ、今の彼女に限らずなんだけど、基本俺から別れるっていうことはあんまりないんだよね、うんうんうん、っていうのもその別れる意味が分かんないっていうか、うんうんうん、これも変な独特な考え方なのかもしれないけど、まずさ人と付き合うってことは、まあ、結婚するしないに関わらずその別れを前提として付き合わないと思ってるのよ、うんうん、だから、まあ、別れるつもりがないというか、付き合うんだったら別れる気はないよっていう感じなんだよね。だから例えばなんで長く続いてるかっていうと、まあ、嫌なことがあっても、まあ、我慢って言ったらおかしいけど、まあ、そういうもんだよなっていうか、そういうふうに俺は思っている節があるけど、っていうのもその誰と付き合っても結局その全く完全にお互いが 100% カンファとボーな関係ってで多分まあまあ稀だと思うんだよね。今のパートナーももちろんあっちが俺に対して嫌だって思ってることもあるし、俺があっちに対して嫌だって思ってることもあるけど、じゃあこれで何かそれが原因で別れます、じゃあ新しく他の人と付き合います、でも絶対そこでもさ嫌な部分って絶対あるじゃんね。結局それはさおそらく一生繰り返すっていうか、恋愛でも友人関係でも多分人間関係ってそういうもんだと思うんで、うんうんうん、だからこそそのそれを諦めるというか別れるっていう選択を取る意味がわからないっていうか、なんかそれも受け入れてこそなのかなっていうのが、まあ、俺の価値観なんだよね。聞きましたか皆さん。それはね結構昔からずっと思ってて、だから別れるっていう意味が分かんないんだよ本当に。だったらじゃあ付き合わなければいいじゃん最初からみたいなって思っちゃうのよねはいはい、はい、まあそれは俺はそう思うっていう、はいはい、付き合ってみなきゃ分かんないっていうさ、うん、合うか合わないかも分からないっていうことも多分一理あると思う、うんうん、あると思うし、実際にこうやっぱりどうしても逃げなきゃいけない場面とかもあると思うんだよね。なんか分かんないけど DV されたりとかさ、はいはい、それでも諦めないみたいな、それはまた違うと思うし、ただなんかこう許容できる範囲というか、なんか俺はもったいないなって思っちゃうというか、うんうん、せっかくこうやって関係を築いてきた中で、うんうんうん、なんかもうちょっと改善すれば
できるのかなとか、うんうんうん、続けられるのかなっていうのを基本的には思ってる節があるかもしれない、ねうん、なるほどね、うん、だから結果として長く続いてるじゃないかな、うんうんまあ、別に俺がそういうふうに思ってるっていうのもそうだし多分まあパートナーにもそういう話は俺はしたことがあるからさ、うんうんうん、そう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 もしかしたらパートナーもそういうふうに思ってくれてるのかもしれないしなるほど、ね、おそらくあっちの方が嫌だと思ってると思うんだよね俺のこと俺のことというか俺の嫌なことがおそらく多いのかなって思ってるんだけど、はいはい、ただでも俺はわりかし怒りの沸点というかさあんまりこうすぐ怒ったりしないタイプなんで、うん、あっちの方が割と感情的になりやすいかったりするからだから俺は結構許容できるかもしれない、うん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 、そんな感じですかねやっぱりあの先生が私に諭したようにあのやっぱりお互い価値観似てるところもあるかもしれないけど違う人間だから歩み寄ってるなっていう感じてるのはあるの、うん、あ今で言うと、うんうん、そんなにもう意識してないかもしれないけど確かにあるかもね、うん、っていうのもそれこそそもそもパートナーはりょうくんと一緒であの同棲とかなんか無理っていうあなるほど絶対に一人の時間が必要だしみたいなあそうなんだそういうタイプだった、うん、結果としてさそのアメリカから帰ってきて住むとこもないしで始まった同棲、うん、どうしようもなかったみたいなとこもあったじゃんね。そう本当はねそういうのも無理なタイプだしだし結婚なんか一切する気ないみたいなそういうタイプなんですよ、うん、なのでそういう意味ではまあ結果として同棲してるのとかもあっちからすれば歩み寄りだと思うしまあ俺も俺でいやまあ歩み寄れてるのか分からんけど一回めちゃくちゃ大喧嘩みたいなことをしてそれこそアメリカ帰ってきて一緒に住み始めてから一瞬別れたことがあるんだよでその時になんかこう改心しないとなと思ってあ渡辺君かうんほうでそれで結構ガラッと変えた部分はあったねでそっからまあなんか人ってあまり変わらないっていうかそういう話ってあると思うけどなんか本気で変えようと思えば確かに変われるんだなってちょっとそう思った、ねうんうん、それは結構その彼女に聞いてもおそらくあの時とは変わったみたいな風に言ってくれる部分があるんじゃないかなと思うけどもう4年ぐらい一緒に住んでて割ともうそういう意識的にこう寄るっていうよりはやっぱりお互いを知って知ってる時間が長いというか、うんうん、過ごしてる時間も長くなってきて自然とそれがもしかしたら出てきてるかもねっていう感じはするねなるほどね、うん、最初はだから意識的に、まあ、頑張ってというかお互いに合わせようとしてたのが意識的に頑張らずとも自然と割とそういう風になってきてるかもなるほど、まあ、言うてまだ4年とかだからさこれ見てくださってる方の中にはうちらより全然年上の方も いればさ10年20年、ね、10年とかね、うんうんまあ、たかだか4年の何が言ってんだって話かもしれないけど、うんうんうん、なんかそういう実感はあるけどエッセンスをなんか聞いてる気がしますよ、うん、最高期間6ヶ月の私としてはそうね、まあ、確かに6ヶ月よりは確かに長い、うん、その大喧嘩の末にちょっと変えないとなと思ったのはその時は相手のために変えようと思ったんですかそれとも自分のために変えようと思ったんですかそれともまあ2人のため2人のためかもねなんかね、うん、それこそそのこれまで別れてた方うん、とかにも同じようなことを言われたことが何回かあったのよってことは、まあ、根本的にやっぱ自分の中でそれは一緒にパートナーとなる方にとってはあまり良くないことなんだなっていうのを思ったっていう、うん、なるほどね特に俺が一番それで思ったのがパートナーの方が自分と同等って言ったらおかしいけど、うん、自分のことってさおだなりにしてさ友達優先にしたりとかさ仕事優先にしたりとかさしちゃうのと一緒で彼女も含めの他を優先してこっちを大切にできてなかった部分があるというかなんか自分を扱う感じでパートナーのことも扱っちゃって、うん、でもそれはまあ分かってくれるよねみたいな感じ分かるっしょそう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 、まあ、だからこっち優先しなきゃいけないの分かるっしょみたいな感じ彼女からするとなんていうのなんで私までそんな我慢しなきゃいけないのじゃないけど、うん、そうそうそういうところがあってやっぱり身近だからこそもうちょっとやっぱりちゃんと意識して大切にしなきゃいけないなみたいな、なるほどね、うんうん、思ったのが一番大きかったかもしれない、ね、
まあ、他にももっと変えなきゃいけないことの小さいことみたいなのはあったと思うんだけど、うん、一番だとそれがもしかしたら俺の中で変えなきゃいけない大きいことだったかもしれない。なるほどね。でやっぱりその昔のお付き合いしてた方とその関係性が終了してしまう時は大体そういう話題にもなってたってこと？あ、まあそれがきっかけで別れたっていうことでもないけど、ただまあそういうことを喧嘩の時に言われたこととかもあったから、別れるっていうのは結果多分何がっていうことよりもこういろんなものの積み重ねでたまたまタイミング的に別れるとかそういうこともあると思うからさ、複合的に別れの理由があったと思うんだけど、そういうことも別れの一つの理由はあったかも。なるほどね。そうね、まあ、これパートナーが見たらなんて言うだろう。まあまあまあ、まあ、どう言うだろうなとか思う。パートナーチェック入れますんで大丈夫もしかしたらバッサリいくかもしれない。バッサリカットいやでもいい話聞けましたよ。やっぱり、うん、そうですね。なんか私も聞いてて思ったんですけど、あの似たような原因というか、なんかそういうなんか兆候みたいなのがあるんだったら、まあ、前回の私で言うとその週1がちょうどいいとか2週間に1回があるとかちょうどいいとかっていうのを堅くなに固執するんじゃなくて、やっぱりあるタイミングでちょっとこう見直すっていうのは大事なのかもしれないですね。そういうトライをしてみてもいいかもしれないですね、うん、なので週1以上でも大丈夫ですDM ください。嘘いやでももうあっぱれですよ。もう聞いててめちゃくちゃ面白かったから。あ、そう、うん、なんか私のやつ全部カットしたやいやいや、なんとまあ薄っぺらい、うん、今出会いからで、うん、パートナーのことについて聞きましたけども、結婚はどうなんですか？まあ、結婚はさっきパートナーの話でチラッと言った時に、あっちは結婚する気一切ないっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、僕は正直どっちでもいいかなっていう感じ。別にそんなに大きな差はないかなっていう気がしてて、うん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 、まあもちろん大きな事故とかして病院入れるか入れないかとか、その家族だったら入れるとかさ、そういう機会があるっていうのはあるんだろうし、まあ、細かいことで言うと税金の話とかさ、まあ、ちらっと変わってくるとは思うんだけど、そんなにでもだからといってそれが理由で結婚するっていうほどでもないし、だからといって結婚しないっていう理由も特にないっていうか、だからどっちでもいいかなっていう気はするんだよね。ただ彼女みたいに結婚しないとかしたくないみたいな価値観では別にないかな、うんうんうん、まあそうだったらそうなったで、うん、でもこう結婚すると必然的にその2人だけの問題じゃなくて、うん、その家族とか、そうですね、そういう方たちともまた縁が生まれて、そこがまあ大きく違うのかなって思うけどね。そのお互いの実家とか行くんだけど、 それだけでもなんかこう新しい家族ができるじゃないけどさ、うん、そんなイメージもあったりして、でそれが結婚したらちゃんとした一応家族になるっていう か、 なんかそこで責任とかがまた生じてくるのかなっていうことはちょっと思ったりするけどね、うんうんうん、まあでもだからどうっていう感じでもないけど な、 だから相手にも よるのかなっていう気がするかな。 ね、うん、そんなにこだわりはないかもしれない、うんうん、そうだね、うん、まあ、りょうくんも別に結婚なんとも、ね、まあするんだったらするし、しないだったらしないしっていうのはありますね、うん、お互いがハッピーだったらいいんじゃないかなとは、うん、まあ、そんな感じで固執してないね、うんうん、どっちにでも、うん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 、そんなとこでしょう、ね、そんなとこ。いやー、いい話聞けました。ありがとうございました。なんか本当にもう本当にもうありがとうございました。はい疲れとるやん。いや、こんなことこうパブリックで話すのは、まあ、前回りょうくんもそうだけど、あ、やばいね今考えたら。私たちさ、あの、うん、今2人で喋ってるからさ、まあ、 あの、うん、なんとなくこんな感じ喋ってるけどさ、そうだ、1000人とかの人に見られる可能性があるわけだ。うわやばいですね。なかなか恥ずかしい話、恥ずかしいっていうか別にいいけどさ、わりかしパーソナルなことですね。なあ、そうだよね。まあいいんじゃないですか。まあまあまあ、まあ、まあいいかそんな感じで、まあ質問いただいたので今回そうですね、こう答えさせていただきました。何か酒のつまみにでも、そうですね、していただければ幸いでございます。はい、はい、というわけで本日のロンゲトボーズのセントオブザデイはこちらのドーというブランドのメローサインという香りを選んでみました、うんうん、これは、まあ、今こっちの横にも
同じような感じで銅のこっちはインボーンピースっていう香りがあるんですけど、陰と陽でね、対、うんうん、になった香りで、さっきちょっとひまわりのような明るい方っていうことで、はいはい、陽の香りを選んでみました。嗅いでみようかと思います。ぜひぜひ。これは試したことあるっけ、りょうくん？ないよね、うん、楽しみですね。どうぞ。さあさあさあ、あ、これどっかで嗅いだことあるぞ。なんだっけこれ。ハーブとかスパイス系が入っている。でもやっぱお寺っぽい感じっていうか、なんかあのお焼香とかそういう感じの香りにも感じるかもしれないね。ああ、そうだ、なんか独特の建物の匂いな感じもしますね。なんかそのこれもね2種類しか出てないんですけど、うんうんうん、銅っていうブランドの香水は、うんうん、まあ、昔動画で紹介したことがあるんですけど、うん、これはね2種類ともちょっとクセ強ではあります。そうだね、うんうん、で特にこっちのメローサインに関してはインボンピースよりちょっとクセがあるかなっていう感じなんだけど、うん、好きな人はめっちゃ好きで、うん、多分好きだと思う、うん、万人受けはしないけど、うん、非常にコアな方には気に入っていただけそうな香りかなと思いますね、うん、でこのブランドは東洋哲学とかカルチャーというかさ、うん、そこを根底としてものづくりをしているようなブランドだったりするので、これが結構その陰と陽とかペアとして、ね、うんうん、作られているみたいな感じで、日本のブランドなんですけど、どっちかというとイメージとして華やかな感じでキラキラしたイメージというよりは静寂で落ち着いた感じ、禅って感じの、うん、そういうでっかいお寺の、そう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 、そういう、そこでもなんか座禅を組むみたいな、そういうね感じをイメージできる落ち着いた香りになってると思いますね。はい、素敵です。なのでまあこれをそれこそそのカップルでペアで、あの、なるほどね、対の香りとして選んで買われた方とかもいらっしゃるし、素敵ですね、うん、そういう選び方ももしかしたらいいかもしれないなと思いました。素晴らしい。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました先生。何か楽しんでいただけたら幸いですね。はい、次の動画でお会いしましょう。またね。またね。